高橋大とは、秋田県北秋田市出身のノルディック複合、ジャンプ選手。現役時代は土屋ホームに所属していた。秋田県内でも、豪雪地帯で、クロスカントリースキーの盛んな旧兄2丁生まれ。競技を始めた当初は、アルペンスキーをしていたが、中学3年生の時に、ノルディック複合に転校した。秋田県立高野ス農林高等学校3年生の、 時に初めてノルディック複合、ワールドカップに出場した。1999年、北海道東海大学に入学。在学中の2001から2年シーズンにはそれまでの日本のノルディック複合を第一人者であった、小木原健二の成績を上回るまでに成長。2002年1月18日に行われた、ワールドカップリベレツ大会で3位に入り、 初めて表彰台に登った。2002年2月、2002年ソルトレイクシティオリンピックでオリンピックに初出場。個人戦、個人スプリント戦、団体戦に出場し、21日に行われた個人スプリントで6位入賞。オリンピック終了後、このシーズン限りで、小木原が引退した後は、名実ともに日本のレディック複合人のエースと呼ばれるようになった。 ノルディック複合、ワールドカップ個人総合成績ではこれまでに3度、8位以内に入っている。2003年、北海道東海大学を卒業後に土屋ホームに入社し、同社スキー部に所属。2004年3月5日、ワールドカップラハチ大会で初優勝。これは、日本人選手としては1996年の小木原健二以来8シーズンぶりの優勝であった。 さらに翌日に行われた2003から4年シーズン最終戦で2勝目を挙げた。2006年2月の2006年トリノオリンピックでは、個人、団体、個人スプリントに出場したが、腰痛に苦しめられ、個人では後半距離を危険し、個人スプリントでは15位となった。2007年世界選手権札幌大会でジャンプをした際、左足の止め具が外れ、 大きくバランスを崩し、左肩と足の2箇所を骨折。全治3ヶ月の重傷を負ったが、懸命のリハビリで、翌シーズンには復帰している。2010年2月、2010年バンクーバーオリンピックで、自身3度目のオリンピック出場。団体戦では前半ジャンプで136.5メートルの大飛躍、後半距離でも順位を上げる検討を見せた。結果は6位入賞。 2013年よりスキージャンプ競技に転向したことを明らかにした。2015年3月の伊藤杯シーズンファイナル大、倉山ナイタージャンプ大会出場をもって現役を引退した。ジャンプを得意としている選手であり、軍団戦方式の試合では前半のジャンプで上位につける実力がある。後半の距離の方でいかにその順位を保てるかが課題である。 ジャンプの実力は2005年3月25日に行われたい東海シーズンファイナル大、倉山ナイタージャンプ大会で、準ジャンプの選手を差し置いて優勝しているほどである。アダム・マリシュのジャンプを参考にしていたという。同郷の小林のリヒトとは幼い頃から仲が良く、良きライバルである。プレースタイルはジャンプが得意な高橋に対し、小林はクロスカントリーを得意にしていて対照的。 シーズン総合成績表彰台、ありがとうございます。